はい、皆さんこんにちは、むちこです。本日はですね、うさちゃんの病気についてのお話なんですけども、今日ちょっとね、うちのうさちゃん観察してたら様子がおかしかったので、歯のチェックをしました。この子はね、もう歯の治療2回受けてるんですけど、またね、歯が伸びてきちゃったかなと思ってチェックしたら、やっぱりちょっと伸びてたんで、うさちゃんのね、不正咬合の症状をちょっとカメラに映るかわかんないんですけど、ちょっとね、みーちゃん嫌がりますが、協力していただいて、映像に残せたらなと思います。はい。アップにします。どうかな。歯がね、映るかな。映んないか。まあね、この上の歯がですね、長い状態なんですよね。ですね、ちょっとカメラ一回スタンドから、こんな感じですね。ちょっと見えないね。ちょっと、はい、あ、ごめんごめん。こんな感じですね。見えますかね。ちょっと見えたかな。ちょっとね、上の歯が長いんですよね、今ね。はい、思ったよりね、上手にやっぱ取れなかったんですけど、やっぱね、歯がちょっと伸びてる気がするので、明日病院に連れて行ってみます。ニッパーでカットするか、専用の歯を削るマシーンで削ってもらうかになると思うんですけど、ね、これで、あと目やにの方もね、やっぱちょっと噛み合わせが悪いせいかちょっと出てます ね。うさちゃんね、結構デリケートなんですよね。一番最初に飼ったうさぎちゃんも病気がちで、2回目飼ったうさちゃんも巨大結腸症っていう珍しい、先天性の病気っていうんですかね。本当にその子はかわいそうでした ね。今度ね、またそれについてもお話できたらなと思うんですけど、エンセファリトゾーンっていう病気もありましたし、その巨大結腸症って言ってうんちが詰まってしまう盲腸の異常っていう病気もありましたし、あと転換の発作もね、うさちゃんありますし、結構いろいろねありますね。あと皮膚の病気もありますね。うん、まあなかなか病気がちのうさちゃんを飼ってしまうと結構お金もかかりますし、で今回はね、うさぎちゃん2匹はね、保険に入ってますが、そう思って保険に入ったら、うさぎちゃんの歯の治療ってね、保険適用外なんですよ。アニコムさんで保険入ってるんですけど、毎月ね、3500円ぐらいだったかな、払ってます。でもその歯はダメでしたね。あと最近はですね、みーちゃんフケが出て、これも皮膚の病気なんですけど、駆虫薬をね、ダニの薬ですね、もらったんですけど、駆虫薬もね、保険適用外でしたね。だからなんかあんまり使えるのがない、なんかね、まあ使うことがないのが一番いいんですけどね。ちょっとみーちゃん今不機嫌なんで、おやつで、はい、みーちゃんもうすごい今怒ってます。みーちゃんちょっとね、ケージに戻して、おやつあげてご機嫌を取りたいと思います。またね、うさぎの病気のこととか、まあ、私が経験したことだったら、まあ、ちょっとお話しできるかなと思って動画撮ってみました。はい、皆さんこんにちは、むちこです。病院から帰ってきました。うさぎのみーちゃんなんですけど、やっぱりね、歯が伸びてました。で、先生に歯削ってもらって、あと体のね、全体的にチェックしてもらったら、耳がなんかちょっと汚れてるっていうことで、お耳掃除してもらって、お薬をもらいましたね。みーちゃんね、最近機嫌悪かったから、歯がでもなくなったから機嫌が良くなってくれるといいんですけど、みーちゃんでーすって、もうね、歯見せてあげたいんですけど、もうちょっと、おうおう、ご機嫌が、はい、お家に戻しました。嫌がるのでね、やっぱお見せできませんでしたけど、みーちゃんね、ご機嫌斜め、耳結
構時間かかったね。11時に出て今3時ぐらいなんで疲れてると思いますんで、これでねチモシー食べれるようにねなってくれてればいいんです。さっきまで口にずっと犬みたいに加えてたから、それ加えたチモシーが外れないのか何なのか、じゃあ、クミちゃん食べれますか今度は。あ、うん、よしよしよし。はい、どうぞ。もともとね、この子はね、もともとの性格が結構臆病で、すごいビビリな子ですね。このモコモコのねアメリカンファジーロップっていう種類なんですけど、モコモコのおけけだったんで、最初こうお腹にね毛が入るのが怖くて、私結構トリミングをね、トリミングじゃないや、ブラッシング、グルーミングを狭いとこ洗面所とかね連れてってね、ちょっとしつこくやっちゃったんで、余計ねママ嫌い、私ママ嫌いみたいな感じなんですよね。今日もねご機嫌悪いのにこう抱っこしたりしたんで、ふうって言いながら私に向かってきてましたね。多分ちょっとタイミング間違えたら噛まれちゃうかもしれない。うさちゃんもね怒るとねよく足ダンするとか言いますけど、ふうって言って向かってきますね結構怒ると怖いんですよ、うさちゃんもね、みーちゃんまだね、ちょ1歳ぐらいなんですけどね、結構病院行きがち、ね、歯がね多分短くなったんでいろいろ噛みやすくなってるんじゃないでしょうか。結構素晴らしい先生なんでね。で、不正光合の原因は遺伝ですかっていうふうに聞いたら、もしね遺伝だったらみーちゃんの子供たちの歯がねちょっと心配だったんで、遺伝ですかって聞いたところ、遺伝で歯がおかしい子はもう少ないそうです。もうやっぱりチモシーより硬いもの、こういうところケージのこういうところをかじって、あの歯並びが悪くなっちゃってこう伸びちゃうっていうケースが多いみたいですね。でなるべくケージは噛ませないでくれと。ケージ噛んでる子でもならない子はならないんですけどね初めてこんなに歯が伸びちゃううさちゃん、まあ多いんでしょうけど、まあね1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいですかね今回ね。まあその度にまあもうずっと多分生き続けないといけないので、なるべくねケージとか硬いものを噛ませないようにして、不正光合にならないように予防してあげるといいと思います。はい、それくらいかな。そうですね、昨日の夜ね、私寝坊しないように電気をつけながら寝ちゃったもんで、フクロモモンガのハーちゃんが外に出てこれなかったみたいでね、今ポーチの中で暴れてますね、はい、じゃあ今日の夜ね、抗生物質出てますんで夜お薬あげてちょっと様子をね見ていきたいと思います。はい、それではみーちゃんの不正光合病院編終わりです。ありがとうございました。